ゆっくり霊夢です。ゆっくり魔理沙だぜ。今回はどんな話を紹介するの？今回は、引っ越した先にとんでもないものがいた話を紹介するぞ。今回紹介する怖い話の他に、おすすめの話やリクエストしたい話がありましたら、概要欄のリンクよりお願いします。また、今まで紹介したすべての怖い話のリストも、概要欄にリンクを貼っていますので、よかったらご覧ください。それじゃ、ゆっくりしていってね。今回紹介するのは、ガラス戸の向こうという話だ。ガラス戸の向こうか、どんな話なんだろ？なかなか恐ろしい話だぞ。それでは聞いていただこう。この事件が起こるまで、俺は心霊現象肯定派だった。でも今は肯定も否定もしない。今から12年前、俺は仕事の都合で部屋を引っ越すことになった。その部屋は会社が用意したもので、引っ越しなどもすべて業者任せ。引っ越しが完了して、初めてその部屋に入った。ドアを開けたその瞬間、すごい線香の匂い。そして今まで感じたことのない寒気。これはかなりヤバいかも、と自問自答しながらも、奥の部屋に荷物を置いた。間取りの確認をするように、俺は部屋を見渡し、とりあえず自分の寝る場所と、くつろぐ場所を決めた。この部屋の間取りは 2K で、玄関を入るとすぐ左手に4畳半の台所、そして奥には6畳間が2つ、手前の6畳間をくつろぐ場所に、奥の部屋を寝る場所と決めた。荷物の整理をする間もなく、俺は追われている図面書きを始めた。普通なら、こんな嫌な感じのする場所で、仕事などする気にはなれない。でも、当時の俺は駆け出しで、他のことを考える余裕など一切なし、とにかくひたすら図面を書いてた。それから3時間が経過して、腹が減ったなと思い、時計を見ると、11時半。飯食ったら寝なきゃ。そう思い台所に向かおうとした瞬間、俺の体は凍りついた。ガラス戸の向こうに誰かいる。曇りガラスのため、誰なのかはわからない。ただ直感的に、人じゃねえよなと思い、開けるべきかほっとくべきか、でも腹は減っている。それに今、ここの部屋の主は俺じゃん。自分にそう言い聞かせて開けることにした。嫌だなと思いながら、俺はガラス戸を引いた。そして次の瞬間思った。やめときゃよかった。目の前にいたのは、身長180ほどの男。季節は8月なのに黒いコートをまとい、眼球の飛び出した目で俺を見ている。あまりに目が怖いので、俺は視線を下にそらした。すると首からはおびただしい血。やばいかもと心の中でつぶやいてると、耳元で声がした。ここは俺の部屋なんだけど、あんた誰？そう言われた瞬間、俺はガラス戸を引いていた。どうすりゃいいんだよ。助けを呼ぼうにも、まだ電話は引いてないし、今と違い、当時は携帯など普及もしてなかった。逃げるしかない。でもガラス戸引けば男が立ってるし。だからといって、この部屋ではさすがに寝れん。やっぱ出ていくしかない。仕事道具と軽い身の回り品をまとめて出る準備をして、俺は恐る恐るガラス戸を引き、男とは目を合わせないようにしながら男の横をすり抜け、玄関の扉を開きながら、思わず、失礼しましたと言いながら扉を閉めていた。我ながら情けなかった。その日は仕方なく、駅前のカプセルホテルに泊まることにした。翌日、会社に向かい、アパートを借りた担当に、それとなく聞いてみた。担当は、駅からも近いし、部屋数の割に値段が安かったから。理由はそれだけらしい。俺は担当の前で大きくため息をつきながら、そうですか。それしか言えなかった。変なのが出るんで、部屋を変えてくれ、などとは言えない。言ったところで誰も信じないだろうし。この事件に遭うまで自分はいろいろな現象を体験したが、怖いと心底思ったことはなかった。でも今回は心底恐ろしかった。一人ではとてもあの部屋に戻ることはできない。そう思い、俺は、中学からの親友の二人に連絡を取り、相談に乗ってもらうことにした。仕事が終わってから、喫茶店で落ち合うことにして、俺が二人を待っていると、先に B が来た。B は俺と同じで、多少の霊感のあるやつだった。しばらくして A が来た。A は、B とは違い、心霊現象とは無縁で、筋金入りの否定派。科学で証明できないものは起こるはずがないと、いつも俺たちのことを否定するやつだった。俺は二人に昨日起こったことを一部始終話した。反応は俺の予想通り、A は、アホか、の一言。B は神妙な顔で、お前がそこまで怖がるのは初めてだな。そう言い終わると B は、わかった。今日一緒に行って調べてみるか。B の言葉を聞いて、A は、俺の方は、行けるとしても明日からだな。今日はこの後、彼女んとこ行かなきゃいけないからさ。俺と B は了解した。それから30分ほど話してから A は出て行き、俺と B も喫茶店を出てアパートに向かうことにした。そして問題のアパートに到着し、玄関の前に立った途端 B は一言。こんなの初めてだよ。すでに B の顔からは汗が噴き出していた。俺は鍵穴に鍵を差しながら B に、開けるよ、いいか。
B は俺を見てうなずいた。昨日と同じように線香の強烈な匂いが鼻をついてくる。 B もすごい匂いだなと言いながら部屋に上がった。昨日のこともあり二人とも土足だった。俺と B は台所を抜けてすぐに六畳間に向かった。六畳間に入ると B はお前の言う通り台所普通じゃないねと俺の方を見ながらつぶやいた。部屋に入るまでの道すがら俺と B はどういう対処法で行くか相談していた。所詮素人にできる対処法など大したことはなく、前の部屋で使用していたお札をガラス戸に貼り、清めの塩を台所の四隅に盛ることにした。二人でこわごわと台所に塩を盛り、奥の六畳間に戻る。ため息混じりに B は聞けばいいけどなとつぶやいた。俺としても聞いてくれれば言うことはない。昨日得体の知れない奴が出たのが11時過ぎ。また同じ時間に奴は現れるのか、そう思いながら時計を見るとまだ9時10分過ぎ。その時は自分の中ではまだ何も起こらないだろうと思い、 B と雑談をしながら気を紛らわせようとした。5分ほど経っただろうか。その時いきなりガラス戸が揺れ始め、次第に激しくなり、ものすごい音でガラス戸を叩く音へと変わった。二人ともガラス戸を見つめながら後ずさりをして部屋の奥へと進んでいた。奥に行くと叩く音はピタッと止んだ。二人で顔を見合わせた次の瞬間、今度は二人の背後の窓がいきなり開いた。鍵も開けてないのになぜ？そう思いながら今度は二人ともガラス戸の方にたじろいだ。思い切り開いた窓を見つめながら B はなあ、これシャレにならねえよ、部屋から出た方がいいよ。そう言った瞬間、ガラス戸の上の窓が割れた。そうなると当然二人の視線は割れたばかりの窓に移る。割れた窓の向こうには昨日俺が見た奴の目が二人を睨んでいた。眼球の飛び出したあの目で俺は B に逃げるしかねえぞと言いながら逃げる場所を探した。でもどうしても出口は玄関のみ、あとはいきなり開いた窓しかない。行くしかない。ここは2階、飛び出しても大怪我はしないだろう。部屋の電気を消し、先に B を出してから自分も下を確認せずに飛んだ。無事部屋から出た二人は大通りに出てタクシーを捕まえ、一目散に B の住むアパートに向かった。部屋に向かう途中のタクシーの中で二人は会話をすることもできないほど怯えていた。 B の部屋に到着し、落ち着こうと思いタバコに火をつけた。そして B も落ち着いたのだろう、引きつった笑いであの部屋どうすんのと聞いてきた。無理、あそこには住めない。俺はそう答えるしかなかった。その晩は二人ともこれ以上の会話はなかった。一晩 B の部屋で過ごし、その日が土曜日ということもあり、週末を B の部屋にいることにした。二人とも会話もないまま昼飯を食っていると、B の部屋の電話が鳴った。A からだった。今から B の部屋に来たいという。きっと昨日の話が聞きたいのだろう。B はそう言いながら受話器を置いた。それから2時間ほど経過した頃、A はやってきた。A はやけに嬉しそうに。二人ともここにいるってことは、逃げたの？そう言うといきなり真顔になり。情けなさすぎないか？それを聞いた B は怒り出し。見えねえ奴にはわかんねえんだよ。今にも掴みかかりそうな B をなだめ、俺は A に、俺たち二人が簡単に逃げ出したことあったか？他の奴がビビって逃げ出しても、俺たちは逃げたことなんてねえんだぞ。お前もそれはよく知ってんだろ。その俺たち二人がここにいる。それだけで理解できねえか？俺もかなり切れそうになるのを抑えながらまくし立てた。そして落ち着いたところで、昨日のことを A に説明し、俺は二度とあの部屋には戻らないことを A に告げた。すると A は、仮に戻らないとしたら、新しい部屋を借りなきゃいけないんだろ。そしたら、自腹で借りることになるんじゃねえの？馬鹿げてる。なんで起こるはずのない現象にビビって、そんな無駄金を使う必要があんだよ。今度は逆に A の方が切れそうだった。その時、俺は思った。見えない人間、理解しない奴にしてみれば、どれだけ馬鹿げたことか。いるはずのないものに対して怯え、挙句の果てには逃げ出そうとしている。A には理解できるわけないか。話が進んでいくと、A は俺に向かいながら、俺が確認する。それだけのことが起こるなら、俺にも見えるはずだろ。そしたら俺も納得するよ。A のその言葉を聞いたとき、俺は、あれだけはっきりした現象が起きたんだ。いくら A に霊感がなくても、少しは何かを感じ取れるかもしれない。もし A に見ることができたら、逃げ出す気持ちもわかるだろうと。でも、それが全ての間違いだった。それから3人は、9時頃に俺のアパートに着くよう、調整しながら向かうことにした。それでも B はかなり嫌がっていたのだが。8時40分、思ったよりも早く着いた。心なしか A は楽しそうだった。階段を上り、部屋の前に着いた時、A の表情が変わった。それはまるで喧嘩の前の表情だった。俺は A に、喧嘩でもしそうな顔だな、と言うと。B は、やめねえか？やっぱ、今までと違いすぎんだよここは。
A はそれを聞いて。いつもの B はどうしたよ。喧嘩の時はそうじゃねえだろ。いつものお前らしくもねえ。そう吐き捨てるように言いながら。ならお前はここにいればいい。開けるよ。A は俺に相槌を打ち、ドアを開けた。何事もないかのように A は台所を過ぎ、6畳間に進んでいき、俺もその後追い、部屋に入った。なんともねえじゃん。俺を見ながら A は笑い出した。しかし A の笑いもそこまでだった。笑っている A を見て俺はたじろいだ。A の背にしているガラス戸の向こうで、あの得体の知れない奴がまたここを見ている。すでに言葉にならない俺は A の背後を指差し、それに気づいた A もガラス戸に視線を移した。きっと見えたであろう A は、俺の方に後ずさりしている。後ずさりしてきた A の肩が俺の肩とぶつかる。俺は必死に声を出し、窓から逃げるぞ。そして二人で窓に向かった。窓は昨日のままで開いている。二人が動いた瞬間、今度は、逆に窓が閉まってしまった。行き場を失った二人は、そこに立ちすくむことしかできない。立ちすくしていると、A の様子がおかしくなってきている。いきなり怯えながら、その場に座り込んでしまい。やめて、やめてくれ。と叫びながら、何かを振り払おうとしている。A は何を見ているんだ。そう思い、A の振り払おうとしている場所を、目を凝らして見ようとしたが、俺には見えない。俺に見えるのは、ガラス戸の向こうにいる奴だけ。A は全く別のものを見ている。俺は必死に A をなだめた。でもどんどんひどくなっている。A の普通ではない声を聞いて、B が玄関を開けてくれた。とっさに俺は B に、そこの森地をここに投げろ、と叫んだ。B は塩を取り、一直線に投げてくれた。その瞬間、得体の知れない奴は消えた。そして俺は A を担ぎ上げて玄関に向かい、なんとか部屋を後にした。A を担いだまま階段を降り、一旦その場に下ろし、A の様子を見た。だが、A の怯えはやむことはなかった。A の様子を見て、俺は病院に連れて行くことにした。しかし B は、医者にはなんて言うんだよ。と泣きそうになりながら言った。でも、俺たちには何もできない。だから連れて行こう、と。B をなだめながら、そういうのがやっとだった。大通りに出てタクシーを捕まえ、〇〇病院まで急いでくれ。そう運転手に告げると、運転手は A を見ながら、他のタクシーにしてよ。それを聞いた B が怒り出し、てめえ、乗車拒否すんのかこら。そう言って、運転手の座っている座席を後ろから思い切り蹴りつけ、運転手も二人のさっきだった顔を見て観念したのか。わかりました。そう言いながら、〇〇病院に向かってくれた。病院に着き、俺は A を抱えながら急患受付に向かい、事情を医者に説明した。すると医者は疑わしそうに俺を見ながら、とりあえず安定剤で落ち着かせましょう。一晩経てば落ち着くでしょうから。と言いながら処置室に向かった。そう聞いた俺と B は安心し、一晩病院で過ごすことにした。病院の待合室で俺と B は仮眠を取らせてもらい、朝が来るのを待っていた。医者に肩を叩かれて俺は目を覚ました。医者は俺に、どうもおかしなことになった。と告げると、昨日のことをもう一度詳しく聞かせてくれ。と言った。すべてを聞き終わった医者はため息をつきながら、彼の精神状態が何らかのショックでおかしくなったかもしれないんだ。これから別の病院に搬送して、詳しく見てもらおうと思う。俺は震え出してしまった。これからどうすればいい？ A の親になんて説明すればいいのかわからないまま、B と共に A の搬送される病院に向かった。この事件の後、俺は A の両親から訴えられ、警察に尋問された。そして精神鑑定も受けさせられた。今現在、俺は A の両親に、慰謝料として毎月10万の支払いを続けている。あれから12年。A とは会話ができないまま、あの時やめておけば、A をこんな目に遭わせることはなかったのに。心霊現象について、俺はこの事件でいろいろ学んだと思う。信じられない人にしてみれば、馬鹿げたことでしかない。俺はそれを周りに信じてもらうことはできなかった。一部の人には信じてもらえたが、ほとんどは認めない。それが普通なんだと思うことにして、否定もしない、だけど肯定もしない。うわ、めちゃ怖い話よね。ああ、本当に恐ろしい話だよな。でも、今回の件で A 君に慰謝料って、理不尽な気がするんだけど、A 君は自分からそのアパートに入ってるわけだからな。この動画をご覧の皆さんは、どう思われますか ?1、A 君は投稿主のためにアパートに行ったんだから、慰謝料は払うべき。2、A 君が勝手に行くって言い出したんだし、そもそも霊的なことで慰謝料ってないと思う。3、その他、よろしければ皆さんのご意見をコメントしていただきたいです。もちろん番号だけでもありがたいです。それじゃ、今回はここまで。動画が面白かったら高評価とチャンネル登録お願いします。最後までご視聴ありがとうございました。ご視聴ありがとうございました。概要欄におすすめの動画へのリンクも貼っていますので、ぜひご覧ください。